シニョーリ広場シニョーリ広場は、イタリアのベローナ旧市街中心にある広場で、その一部は、エルベ広場ともに古代ローマ時代に作られた公共広場フォルムを起源としている。広場の中央には、詩人で哲学家でもあったダンテ・アリギエーリの像が立っている。この像は、ダンテ生誕600年を記念して1865年5月14日に落成されたものである。広場の南東面にはパラッツォ・ラジョーネとパラッツォ・ディ・カンシニョーリオが、北東面にはパラッツォ・デル・ポデスタが、北西面にはロッジア・デル・コンシリオが建てられている。パラッツォ・ラジョーネは12世紀に市庁舎として建てられた建物で、1262年から1387年のスカラ家による支配期間には法廷として使われるようになった。その後ベネツィア共和国統治時代の初期には法廷の他大学や税務署としても使われていたが、1493年に市庁舎機能がシニョーリ広場を挟んだロジアデル・コンシリオに移転した後は、この建物は法廷専門となり、名前を市庁舎からラジョーネ宮に変更した。パラッツォ・ディ・カンシニョーリオは1363年にカンシニョリオ・デ・ラ・スカラによって建てられた邸宅であり、要塞である。ベネツィア共和国統治時代には中央から派遣された総督の宮殿としても使われた。日本語でスカラ家の邸宅と表記されることもある。パラッツォ・デル・ポデスタは13世紀末頃に建てられ、市の執政官の公邸として使われていた。現在は市長官邸として使われている。日本語でポデスタ宮と表記されることもある。ロッジアデル・コンシリオは15世紀末の1493年に完成した行政庁舎、議事堂である。シニョーリ広場に面した建物外面の回廊には絵画が描かれるとともに彫像が置かれ、観光地としても有名である。ありがとうございます。